南向きの竹やぶの北側、山道の方で明るくなった場所が徐々に増えてきているので、ここにはバナナマッサンを植えてみました。バナナマッサンはここにですね、擁壁フェンスの近くに植えてあって、これはこの場所で元気に育つようですが、他のバナナマッサンで日照条件が良くなかったものですね、などは竹やぶの山道沿いとか、もうちょっと南の方に入った方、中間ぐらいで場所を作れたら、場所ができたら徐々にこちらに移植しようと思ってるんですがね、ブラジルで育ってきたバナナたちは概して美味しいですよね。日本にはバナナマッサン、それからサンタカタリーナ、あるいはプラッタ、そしてどういう意味なのか分かりませんが、ブラジリアンとかドワーフブラジリアン まあドワーフは低木性という意味ですからどうでもいいんですが、何をもってブラジリアンって言ってるのかよく分からないんですが、3種類が割と人の手に渡っていっていますよね。バナナマッサンは寒さにはさほど強くありませんから、やはり防寒防霜、特に防霜ですね、の環境が構築されている場所が望ましいですね。ちょっと離れたところに島バナナの古苗を1本移植しました。島バナナはあちらの奥、竹林の奥の方、山道カーブしたところの溝を越えた向こうに結構植えてあるんですが、この竹やぶを明るくしていく過程でスペースができますから、島バナナもこの辺ででもいずれは収穫できるように苗を増やしていこうかなと思っていますね。これは石垣島のシャンティガーデンさんからの苗ですね。まあ、もうちょっと大きく、茎も太くなるようにしていかないといけませんね。それとここには私が雪バナナと 呼んでいる宮崎県の割とおそらく山手の方でしょうかね、少し寒い方で、沖縄から十何年か前に移植された苗だそうですが、これが親と今のところ水芽1本出てきていますね。あとこれはまあ種子島の島バナナで、
無保護で越冬しています。まあこの辺でも島バナナ、小笠原種とあとバナナマッサンを結実収穫まで持っていけるように栽培してみたいと思っていますね。